縛られる者を語るだろう。闇に見いられる、鬼となる。この話は今広告代理店でデザイナーの仕事をされている弘樹さんという男性の方から聞かせてもらった話なんです。彼が高校三年の時って言ってましたかね。 ある奇妙なな体験をしたそうなんですよ当時彼は神奈川県にあるとある高校に通っていたんですがバスケ部に所属していたそうなんですもともと運動神経もあって、えー、結構周りからも、えー、人望もあると、まあ、そういった方だったのでバスケ部でキャプテンをしていたそうなんですよ。で高校3年の時夏休みに、えー、合宿をするということになったんですよね。 ただ合宿といっても別にどっか遠くに遠征をするわけではなくてその学校の体育館で朝昼晩と練習をするそして学校のとある教室を使って寝泊まりをする、まあ、そういったプログラムを1週間ぐらい続ける、まあ、そんな合宿だったそうなんですよ。弘樹さんの所属していたバスケ部というのはですね割と近隣の高校の中でも強豪校だったので、まあ、そういった合宿をしてちょっと練習をしようと、まあ、そういった話だったそうなんです。で夏休みになって 合宿が始まったんですよね朝昼晩と体育館で練習をするんですで終わったのがですねまあ夜の9時ちょっと前ぐらいって言ってましたかね部員のメンバーはみんな体育館後にしたんですただひろきさんはキャプテンなので最後ある仕事を任されていたそうなんですよねそれは最後みんなが帰った後体育館の窓とか扉それの施錠を全部チェックするんですよね でチェックを終えた後に体育倉庫に行ってバスケットボールとかそういった備品の数が全部きれいに揃っているかきちんと片付けられているかそういったのをチェックをして最後施錠をしてその鍵を職員室に返しに行くとそれがキャプテンである廣くさんに任されていた仕事なんですで廣くさんまず体育館の中施錠のチェックをしたんですよねまあ誰もいない広い体育館ですからね、まあ、なんとなくちょっと不気味な気もしたんですが まあ、特に気にに気はせずに、えー、扉を確認したそして最後に体育倉庫そこに向かったんですよ体育倉庫というのは、えー、その体育館の縁談がありましてその縁談の、えー、左脇に扉があるんですよその奥が体育倉庫になっているんですが廣くさんはそこに向かったんですよねまあガラガラとこう引き戸を開けて体育倉庫に入ったんですよでそこはですね、えー、4畳半ぐらいの小さな部屋ではあるんですが まあマットがえ置いてあったりとかですね、飛び箱があったり、バスケットボールの入った籠があったり、まあそういった道具がこう所狭しとこう並べられているんです。まあ日当たりがいい場所ではないですからね、ちょっとカビ臭い匂いがして、なんとなくこうえ気持ち悪いようなそんな雰囲気なんですけどね。弘幸さん、そこでバスケットボールの数をこうチェックして、まああの確認していたそうなんです。しばらくするとですね、上の階から突然ギギ。 ギギバタッ妙な音がし始めたんですでその体育倉庫の上というのが放送室になっているんですよねひろきさんあこれもしかして、まあ、不良かちょっとやんちゃしてるやつらが上でタバコでも吸ってるのかそんなふうに思ったそうなんですよなのでひろきさん上に向かって「ちょっと誰かいるの?」 ちょっと鍵閉めても帰りたいから出てきてよ先生には言わないからさそんなふうに呼びかけたんですただ何の返事もないんですよシーンとしてるんですひろきさん面倒くさいな、まあ、そう思いながら体育倉庫室の端、まあ、2階にある階段があるんですが、まあ、そこを上って上の階に行ったそうなんです上の階に上がって、まあ、壁にある電気のスイッチをパチッとつけたんですよね それとまあパチパチとこう蛍光灯が点滅してついたんです正面には机があってその上に包装の器具ですねマイクとかミキサーとかそういったのが置いてあるんですよねで部屋の隅には棚があってそこに書類が並べられている壁にはこう配線のコードとかがかけられているんですが誰もいないんですよおかしいな確かに落としたのにそう思っているとさらに上の方からバタン 大きな音がしたんです広木さんまずふっと上を向いたんですよねすると天井に四角い穴が開いてるんですよねその放送室というのは壁に梯子がかかってるんですよでその梯子を登って上に、えー、天井の裏に出ることができるんですよねその天井裏抜ける穴があった広木さんあ上に逃げたなと思ったんですよなので再度その天井に向かって ちょっと誰だか知らないけど早く出てきてくんない俺も帰りたいさそんなふうに言ったんですが何の返事もないんですしょうがないなひろきさんぼやきながらその梯子を登ったんですよね。梯子を登ってその天井裏のその空いてる穴ですよねそこから顔をスーッと出して天井裏を見たんです。 視線の先には、えー、ちょうどですね、その円段の上、そこに照明をこう引っ掛ける骨組みていうんですかね、こう鉄骨が見えるんです。体育館は電気がついてますから、そこから明かりが入ってきていて、まあ、天井裏とはいつ,つぼんやりとこう、えー、見えるんですよね。ただ、誰もいないんですよ。明らかに音はしたのに、おかしいな、そう思ってると、 ちょうどこの首の首後ろですねそこを何かがスーッと触るような気配を感じたんですひろきさん思わず首をぐるーっとこう回転させて後ろを見たんですよねそしたら自分のすぐ目の前そこにきれいに並べられた両足が見えたそうなんですよその足靴下を履いていたんですがスッとその両足が上に伸びている 視線をそののままずっとと上げるとスカートの丈が見えたんですおそらく女性と制服を着た女性との足なんですよえっと思ってそのまま視線をさらに上に上げると腰の部分が見えるただ上半身がないんですそこでひろきさん気づいたんですよその天井裏確かに1メートル弱しかこう高さがないんですよねそこに人が立てるわけがないんですそれに気付いた瞬間 ヒロキさんはまずゾーっとしたんですよねこれ生きてる人じゃないと思ったんですすると下の方からギギバタンギギバタンあの音がしたんですヒロキさんまず下を見たんですよするとそれうつ伏せになって床を這い回る女性との背中だったんですまるで報復前処するかのように両手を前に出してギギッ ギギバタン動いてるんですよそしてなぜかわからないんですがその女両手に上履きをはめてその手を交互に動かしているんですそしてひろきさんが何より驚いたのはその女下半身がなかったそうですそれを見てひろきさんもう絶叫してもう逃げるようにその体育倉庫を後にしたんですよね 部員のメンバーにひろきさんその話をしたんですよおい今俺すごいもの見ちゃったって話をしたんですがただ誰一人その話を信じてくれなかったそうですひろきさんが妙に疑問に思ったのはですねそのひろきさんが見た女性との幽霊制服を着ていたんですがひろきさんが通っている学校の制服ではなかったそうです腕にはめた上履きも 見覚えのないデザインをしていたあの女の幽霊が一体何者なのか未だに分からないそうなんですけどねただ弘樹さんそんなことがあったんで、まあ、次の日からは体育倉庫のチェックを他の部員に任せたとそんな話を聞かせていただきました